はい、どうもこんにちは、ちるこです。おつちるです。トレジャーマップ、やってきました。ルフィのところね、やってきましたので行きたいと思います。行きましょう。はい、もちろんエースで行ってみたいと思います。トレジャーポイントがね、稼げるキャラクターがを選んだらこんな感じになりました。はい、では行きましょう。よし、では行きたいと思います。ね、きっと皆さんはミンゴとかね、ミンゴと超進化ゾロをね使ってるんですよね。あー、いいなまあいいです。あのエースが使えるんでね、だいぶテンションが違います。まあね、一応ターンを稼いで、まあどんなものかなとやっていきましょうかね。あのセニョールってあれ射撃なんだっていうふうにね思ったんですが、この新しい方の、ね、セニョール、ありがたいことに当たりました。セニョールは、属性が反対のね技でもあのジスロー扱いですね。早いな、早いです。よし、行こう。どうかな。この人はちょっとためたい。あ、でもまあ大丈夫か。大丈夫そうですね。やめ。おおおかっこいい。あ、かっこいいどうですかね、エースで、エースを、ルフィをエースで倒すという、なんとも複雑な感じです。なるほど、これで次がギアフォースってことですね。あ、ルフィ、あ、かっこいいかっこいいぞおお、体力回復はダメってこと。なるほどです。これあれですね、無効化だから一旦何もできない感じですね。あー、押しちゃったー今ウソップの必殺技、これ遅延できるんだ。たまたま連れてきたけど、はい、ワンオーガーが上段のスロットで、まあ攻撃を与えますかね。あ、よしよしよし。セニョールはまあ特に、お、初めて使う。あ、一応まあ見ましたけどおむつバス、あのおむつね、爆弾だからね。
こいい。もう何回見ても飽きない。いきまーす。あ、余裕だ。余裕でした。おお。あ、違う違う、スカルじゃないよ。あのスカルじゃないから。はい。はい、クリアできましたね。まあまあ、周回がね、まだ1なんでね。まあ、やれるところまで、エースで行こうかなと思います。ん？ルフィ落ちなかったんだ。はい、落ちなかったんですが、なんかもらったのでね、見ようかなと思います。やっぱ、長いな、37って。お邪魔を含むすべてのスロットをランダムで入れ替え、自分のスロットを即に変換し、敵体にキャラの攻撃かける300倍の無属性ダメージを与え、一旦の間、一味の属性相性の影響がかなり大きくなると。属性相性。パーフェクト3連続で1個自由と強靭タイプキャラの攻撃が2倍になるんだ。2倍か。はい、こんな感じになりました。いや、いいですね。なんかルフィはやっぱ嬉しいな。うん、もらえるとやっぱ嬉しいですね。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。